してその時私は思ったのです。逃げなくてはと。怪談話でも始めるんですかみたいな照明の位置なんですけど、ドンキで応急処置で買ってきたんですよこの照明をね。ちっせえんだな。右左とかいうやつやないよねこれ。アイ統計ね、これね、丸見えだから。この撮影はインスタの質問を読みながら撮影しないといけないので、まあ携帯を要するじゃないですか。でもいつも携帯で撮影しているものだから、まあ今カメラを使ってるわけですよね。でカメラを使うときは SD カードがいるんですよ。でこの SD カードにつなぐもの、これなんていうか知らないけど名称、まあこれがなくなってどこにあるか分からない、どこなのと思った、キッチンバサミとか入れている引き出しに直していました。いい加減にしてマジで。見つかるわけねえよなそれ。30分ぐらい探しましたよ。もう寝てやろうかと思ったマジで。はい、で今日何をしていくかというと、インスタの質問箱にこのように YouTube で答えます、恋愛相談何かあれば書いてください、おにぎりっていう風にこうやって募集したんですよね。で、すいません、先に言っておきます、この動画案件動画です。一番最初にプロモーション含みますみたいなテロップが出たかもしれないですけど、この動画案件動画すいませんよみたいな、ありがとうございます案件本当にありがたい。みんながねいつも見てくれるから、こいつに案件任せても大丈夫なんじゃねみたいな感じで最近お仕事が来るようになりました。もう本当にありがとうな。ね、案件動画はねみんなあんまり案件かよってがっかりするかもしれないけど、そのがっかりさせないように楽しくしていくので、よかったら見てください。何の案件なんと思ってるかもしれない、それは見てたらわかりますというかわかるので、はい。恋愛相談はね結構リクエストが多くて、普段この夢ようわからん飴みたいなのを食べながら話したいと思います。ね、ちょうど駄菓子屋さんみたいなライトアップなのでいいのでは。おい、これこの形であっとんか。なんかさ、他のこれ三角とかあったけど、これなんだこれなあ。まあいいや。でこの食べ方であっとんか。まあリクエストたくさんいただくので、はい、今日はやっと皆さんのリクエストにお答えできるとか、私もワクワクしておりますが、ね、最初に言っておくんだけど、好きって何ですかとか、これってダメですかとか、こういう恋愛ダメですかとか聞いてくる人いるんですけども、聞いてくる時点で好きだから。あ、結構好きなんかなとか言う人いるけど、もう好きだから、それは。しかも好きなんかなとか言って、私たちが、うん、好きなんだと思うよって言って、好きなんか、好きなんかってなるでしょどうせ。ね、私たちが、いや、好きじゃないんじゃないそれはって言っても、でもさ、こんな風に思うし、こんな風に、好きなんだよな。なので、これは好きなんですかとかいう質問は、絶対に言いませんので、はい。皆さんの声は、もうすでに始まってます。私に聞かないでください。もう好きですから、あなたは。まあ、100中にでも見てください、この動画。それでは始めていきましょう。ってな。ね、皆さん本当もういつもいつもいつも何千件とね、こうやって質問送ってくださるんですよ。もう全然ね、全部答えられなくて、全部答えられないのが申し訳なくてね、質問コーナーするの本当に緊張するんだけど、毎回。面白いな。殿方に対してすぐ好きかもってなるのと、そのせいですぐ飽きちゃう性格をどうにかしたい。なので、ズバッと言いますね。ズバッと言うんですけど、あなたは多分見た目に、毎回恋をしているのではと思いますね。ヒョゴも中学生時代、高校生時代、結構見た目に恋をすることが多くて、っていうか、8.9 割見た目に恋をしていたんですね。だから、ちょっとでもなんか自分と想像の違うその人の一面を見てしまったり、例えば鼻水が出ていたりとか、なんかちょっとかっこ悪いって、例えばサッカー部だったら、ボールをスカンってしていて、なんか蹴れてなかったりとか、そういうの見て、違うって、計算と違うってみたいななって、なんか勝手に冷めちゃうみたいなのは、もう大体見た目に恋をしてるんですよね。だから中身をね、愛してみるという作戦に出てみてはどうでしょうか。そしたらね、結構どんな格好悪い一面を見ても可愛いとしか思わないです。でも、一つ言っておきます。可愛いは沼です。とんでもないからね、かっこいいとか、素敵とか、憧れとかもそんな気にならないぐらい可愛いと思ったら終わりです。あなたは可愛いと思ったら終わりです。こんにちは。彼氏が私の名前を呼ぼうとしねえ件について、1年で名前読んだの手紙だけ。それはさ、彼氏になんで呼ばねえのって言うべきだよね。ひょくのわからんよね。じゃ、名前で呼ばないのなんて呼ばれてんの彼女みたいな。そんな馬鹿げた話があろうかよ。彼氏に名前で呼んでみてはって言ってください。提案してください。なんか恥ずかしいんじゃない普通に名前で呼ぶのか。それか、まさかと思うけど、名前で呼んでもいいのかなって、未だにちょっとなんか、名前で呼んでいいのみさい。そんなふうになってることではないですよね。名前で呼んでほしいんだったらやっぱ言わないと。
言わないと伝わらないぜ。意外と自分の気持ちっていうのは言葉にしないと相手に伝わらないものなので、呼んでほしいんだったら呼んでって言うべきだと思います。うわー、このご時世で彼氏と会っていいものか悩んでる中です。いつも元気もらってます。ありがとうございます。最後にね、そうやって律儀に、言わなくてもよかろうようなね、一言をつけてくださる、その優しさに僕は感動している。もうなんかさ、いいんじゃね、なんか思うけど、なんかなんていうの、人と会わなかったり、もう全く外に出なかったりとかさ、鬱になるっていうか、鬱にはならんかもしれんけど、やっぱもう結構しんどいもんがあるじゃん。だからお互い、PCR 検査をして、熱測って、消毒して、マスクして、どっちかの家で会ったらいいんじゃないですか。これ動画だからね、ちょっと厳しめに言っているけど、まあお互いにルールを決めて、ちょっと家で会うぐらいいいんじゃないですかね。コロナで会えないとかいうのマジで鬱陶しいよな。私コロナに言っておくんだけどさ、うちらの人生の尊い時間を奪っておいて、お前は在するに何してくれんの？楽しみだな。歩くペース合わせてくれなくて、スタスタ歩いて行っちゃう人はやめといた方がいいですかね。もうはぁ、今日も結構なんか、お前歩幅考えていたまに思うんよ。身長も全然違うし、足の長さも違うじゃないか。上半身だけでかくて、下半身が私と同じ長さなら別にいいけど、そういうわけじゃないじゃないですか、どう考えたって。身長高いこと歩くときはね。こういうときは、スタスタ行く人見たら、いや、足言うんですよ、直接。追いつかねえ。足の長さが違え、言わせんな、こういうことを。なぁ？ちょっと合わせろって言うんだけど、意外とね、その歩幅合わせてくれるような方あんまいないんですよね。これがいいか悪いか、よしあしとかいうのを言うのはもうやめておきますけども、なんかね、いろいろあるでしょうから、みんなさんにも考えが。でも単純にそこまで女の子と歩幅が違うっていうのを分かってない説もあるし、自分がスタスタ言ってる感覚ではなく、いつも通り普通に歩いていてそうやってなっている可能性の方が高いと思うので、別にその歩幅を合わせてくれないから良くない男って思うのはなんかどうなんだろうと思いますよ。はい。あともしかしたら男の方が思ってるかもしれないからね。なんで俺に歩幅合わせないのこいつ、遅いんだかと思ってる可能性もあるから。ゴンちゃんは一回でも、無理ってなったら無理なタイプですか？無理って思うジャンルによるよね。なんかその人の本質をつくような、そんなことしちゃうんだとか、そんなこと言えるんだみたいなことをされたら、もう普通に全然フェードアウトしますね。もう一生会わないでいいぐらいの勢いで、フェードアウトします。だけどさ、自分に置き換えて考えたら、今言っちゃったなとか、今やっちゃったとか、結構気分が上がってるもんだからさ、普段しないこととかをなんか唐突にしちゃったりとかするじゃないですか。だから、一回のそういうので、完全にドカーってくることはないけど、ちょっと置いちゃうよね。だからもう、事柄によるよ、と思う事柄によるけど、とんでもねえことをしていて、とんでもねえことを言ったりとかして、で、なるようなことがあったら、兵庫は、雲隠れしますね。はい。スタバの店員さんに一目惚れしてしまったんですが、連絡先を渡してもいいものでしょうか？仕事の邪魔にならないように、もう、パッて渡せ、いいんじゃない？私がスタバの店員さんだったらめちゃくちゃ嬉しい。でもわからん、もうなんか究極のモテ男とかだったら、まあ、ただぜ、という感じかもしれないけど。でも嬉しいもんなんじゃないの？そういうのって。好きとか言われて、嫌な気持ちになることは、大抵っていうか、そうそうなくないですか？嫌な気持ちになることは、98% ないだろうから、全然いいと思います、私は。でも女の子なの？めちゃくちゃ勇気あるじゃん。何この子。好きなんだけど。うわ、今プロフィール確認した。女の子ですね。すごい勇気がある。ナイスじゃん。もうこの人しかいないって分かってるのに、もっと他にいい人がいるかもって考えてしまう。もうこの人しかいないって分かってる。なんで分かってるの？この年になってマジで思うんだけど、いろんな人いるぜ、世界には。だから、その人しかいないって分かってる、分かってないと思う。他にももっといい人いるかみたいなさ、その人と他の人を比べるという行為はいいと思うかって言ったら、ちょっとそれはもうノーコメントで行かせていただくんですけれども。でもその人しかいないんだと思うのは、なんか別にそんな、なんだろうね。間違いとまでは言わないけど、そんなことはないと思う。なんかありました？彼氏とそんなことを思ってしまうということは。別にいいんだよ。自分が嫌だったら離れてしまっても。自分を一番愛していこう。マジで。これは、本当に、男も女も関係ない。もう動物だってみんなそうさ。自分を一番愛してよ。これカメラ目線になってね、今ちゃんと。見ようよ、カメラのとこ。結局ね、私が、魅力的に感じる、なんていうのかな、人の種類って言い方わかる、ちょっといいかわからないけど、人の種類、人種は、自分のことが大好き。なんか自分のことをすごい大切にしてる人なんですよ。だからちゃんと自分の意見を言えるし、嫌なことは嫌って言うし、なんか自分の時間をすごい大切にしていたいとか、なんかこっちに無理やり合わせることが全くないような人、気を使えないとかそういうことじゃないですよ。だからあなたの価値をね、損なうようなことはしないでほしいと思います。かっけくね、ヒヨゴ。マイナスな方向に行ってしまった時、今までの
今まで通りの関係が崩れてしまいそうで怖いです。告白した時に自分の理想の答えじゃなかったっていうことですかね。ね、めちゃくちゃわかるんですよ。結構パンクな先輩がいるんですけど、女の東京の古着屋さんで働いてる先輩、結構これ、ね、YouTube で話すんですけど、その先輩結構ね、私の知り合いの中で一番パンクかなと思うんだけど、パンクの意味知りません、ちなみに。なんかもうパンクっぽい先輩がいるんですけど、でその先輩はなんかピースで行こうやみたいな、なんか結構ね、ヒップホップな概念を持っている先輩で、なんかそれこそ自分のこと結構大好きで、猫が好きで、なんかあいみょんが住んでるような家に住んでる感じの人なんですよ。でもなんか存在が結構エモいみたいな感じの人なんですけど、その人が言ってた、なんか心に結構、うんってきたことがあって、まあ、当たり前なようで、今まであんまり意識していなかったような言葉をなんかこう、投げかけてくれたんですけど、なんか私が友達とね、付き合えますかみたいな話をした、仲いい友達とかと付き合えますかって言ったら、絶対付き合わんって言ってて、なんでですかって言ったら、だって恋愛したらもう終わりやもん。って言われて、で、うんと思ったよ。恋愛したら終わり、どういうことと思ったけど、なんかね、こいつとは一生仲良しでおりたいとか、一生関わっていきたいと思う人とは、付き合いたくないって言ってたんだよ。なんか恋愛したらやっぱもう、いつか終わりがあるけん、そういうね、仲いい人とはもうずっと友達でおりたいって言ってて、なんかどう思うかだよね。なんかもうさ、それ難しくない？それ聞いた時になんかちょっと複雑な気持ちになったけど、まあ終わりのない恋っていうか終わりのない恋愛もあるけれどもね、まあなんかでも、どうなんだろう。丸にせよ、罰にせよ、結構早めに、何でもこう早めにしてた方がいいかなと私思うようになってきて、それこそもうなんか一回振られてそれで諦めずにずっと好きでいるってパターンもあるけれども、なんかもう本当に無理、本当に無理とか、その人がなんかなんていうの、あまり良くないっていうか、自分が思ってるような人じゃなかったってなった時に、それは早めに知ってた方がいいと思うんですよ。すごい時間を得て、ゆっくりゆっくり知っていって、もう大好きなのにっていう時点で知るよりは、初めの段階でダメならダメ、いいならいいっていう結果も知れた方がいいのかなっていうか思うから、めちゃくちゃ怖い気持ちはわかるけど、まあでも振られたら終わりじゃないし別に。って言うけど怖いよね。私がだって多分今片思いしてる身だったらこんな言葉出ないと思うね。だって言うもん、私も友達に。でもさ、告ったらこの関係も終わるかもしれんやんとか言うもん。多分これ下の話しちゃいけないんですよ、多分案件動画だから。でめちゃくちゃ面白い、ちょっともうね拾い上げたいぐらい面白いんだけど、これそれ今度また別の動画で撮りますね。それは皆さん面白い話をありがとうございます。すいません。それでは皆さん案件のね本題に入ります。やっぱりこの質問をいただけると思っていました。もう皆さんありがとうございます。本当にネット恋愛ってどう思ってますか？ズバリですね、私これ何回も動画で言ってるんですけど、偏見全くございません。今回、私が何のねお仕事をいただいたかというと、ペアフルというマッチングアプリの案件をいただきました。ありがとうございます。ね、結構毎回恋愛相談の動画を撮るたびに、ネットのアプリどう思いますか？今結構あるじゃないですか。ネットでそのマッチングアプリみたいなのが、それどう思いますかって質問前から来てて、でも私自身やったこともないし、そういう経験がないから、なんともね、こう、コメントをしづらいというか、偏見は全くないんだけど、私は経験がないもんだから、あんまりこう、なんていうの、喋らなくて、それに対してなんか的確なアドバイスっていうか、私の意見を述べられなかったので、今回私が実際に、そのペアフルっていうマッチングアプリを使ってみました。ペアフルさんのなんか推しているポイントっていうのがあって、まず一つ目はプロフィール登録の際に趣味の選択ができ、共通の話題がある人とマッチしやすい。なんか自分らしさで繋がれるっていうのが、ペアフルさんの推しです。推し部分ですね。で、メッセージが送り放題。私ペアフルしか使ったことないから、そのメッセージを送る数に上限があるかわかんないんだけど、実際私は使ってみたところ、本当に送り放題でした。で、あと上場企業が運営しているから、安心安全であるっていうのが、もう一つ推しポイントですね。で、私が実際にペアフルの登録をしているところを画面録画してみたので、それを見てください。はい、こんな感じで、はい、登録してどんな感じで出すんかな、ここにずっと出てるんかわからないけど、とりあえず名前とかを登録して、ニックネーム登録して、生年月日を登録して、あとその趣味とかプロフィール画像とかを登録するんですけど、一番おおと思ったのが、だからマッチングアプリ、そのペアフルしか使ったことないか分かんないんだけど、年齢確認っていうのがあって、ちゃんとパスポートとか保険証とかを写して、それを送って認証されてから、なんていうの、メッセージ送り合えるようになってるね。確かに安全性はすごい高いなと思いました。で、実際に3、4人とちゃんとなんか会話をしたんですけど、私はお友達が欲しいなと思って、韓国のヒップホップは結構好きだし、古着も好きなんですけど、周りにそういう友達あんまりいないから、そういうの話せる友達いたらいいなと思って、そしたら結構服が好きな方から、なんていうの、いいねっていうのが来て、私もいいねを押して話せるようになるんですけど、いいね来てその服のことについて話せたりとかしたので、はい、なのでお友達を作るっていう目的でも
使えるのかなと思います。でもですね、私どうしてもマッチングしたい男の子がいて、アニメとは何かというものを日々考えていますみたいな、プロフィールの人がいたんですけど、マッチングできませんでした。失恋しましたね。はい。結構本当にいろんな人がいたので、なんていうの？この、ホームっていうかタイムラインみたいなところをこうパッパッパッパって選ぶじゃないですか。いろんな方がいたので、何人かね、話してみたいと思う方いるかもしれないので、気になる方は概要欄からぜひダウンロードしてみてください。以上、ヒヨゴンのドキドキ案件動画でした。じゃあね、みんな早く寝ろ。